ははい皆さんこんばんこば高です、えー、先ほどびっくりしたんですけども旭川いじめ事件の件の最終結果報告書黒塗りなしの報告書が出回った件で懲役太郎さんがですねメインチャンネルで、えー、そのことを取り上げていただいてたんですよ。でまあ懲役太郎さんからあの取り上げるとは聞いてたんですけど。 ま以前もサブチャンネルで上げていただいて、まさかで、ね、メインチャンネルで取り上げていただけるとは思っていなかったんですよね。で本当にありがとうございました。で、動画の内容なんですけども、まあ、リンクの方貼っとくんで、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、もうこの旭川のいじめ事件、これ、なんで事件になってないのと、太郎さん言ってました。 私なんかはもうずっと旭川を取り扱ってきてるからもう旭川ではこういうことがあって当たり前っていうような感じで感覚が麻痺してしまってるんですけども長生太郎さん旭川を取り扱い始めてからそんなに間がないのでもうおかしいもんはおかしいという,もう率直な意見が出てくるんですよね。我々本当に感覚が麻痺しちゃっててまた旭川かみたいな感じなんですけどやっぱりあの。 真っ当な方の意見っておかしい警察もこれ事件にしてないのはおかしいし病院もちゃんと診断したのかっていうこともおっしゃれたし学校側もそれ「さやさん学校に通わせるべきだったの」「無理やり学校通わせてよかったの」っていうねやっぱりそういうご意見でしたね。 で親御さんの方もしっかり小夜さんのほう小さんのことを見てあげられてたのってそういうことまでねおっしゃっていただいてましたね。潮雪太郎さんもね言ってましたけどもこれ警察庁文科省も含まなくてはいけない問題なんじゃないかっていうふうに言ってましたよね。もう3年以上経って、えー、あんんな <laughs> 最終結果報告書ににお母ささがね学校にレイプされ ますう,うちの娘はこういうことがあったんです」っていうようなことを言っててしかも最終結果報告書ですよこれ第三者委員会の最終結果の報告書ですよ。あののただお母さんん供述を条書きにし,している長所じゃないんですよちゃんと有識者が集まって情報を集めて精査して まとめたのが最終結果報告書でしょうそこに、えー、レイプされたというふうに書いてあるのに警察が動かないってそれこそ事件でしょう。旭川の警察が動かないことが事件だしこれで1人だけの「食法少年」という扱いだけで住んでいる旭川おかしいでしょう。未成年だって、えー、こんな逮捕されてる事件国内山ほどありますよ。 何やっっててんのっていう感じですよねそれで先日私もねこの「レイプ」という文言が載った報告書の件でえ取り上げましたら爽彩さんがですね最終結果報告書内で病院内でですね先生から聞かれた時に「エッチはしてないので妊娠検査は必要ありません」みたいなことを言ったから「そんなレイプなんていう事実はないんだ」とかっていう加害者側のコメントがありましたけどもアホかと。 なんでそんな14歳15歳の少女に自分がレイプされたなんて口から言わそうとしてるんでそんなこと言うわけがないでしょどう考えたって隠したい内容じゃないですか病院の先生から聞かれたって私はそんなことしてませんってもう100人いれば100人中女子はそういうふうに言うと思いますよそんなことも分からずに「留学生の女子がね否定したからそんな事実はなかったでしょ」っていう意見を述べてくるコメント本当にそれ 加害者か、ね、ハングレかグと思いましたねこれぐらいですね旭川はおかしいということなんですよね今回ねこの件についてはねライブでね話そうかと思ったんですけども、まあ、動画にね、えー、させていただいた方がしっかりと残るし、えー、皆さんの目にも止まるかと思いましたので、えー、長生太郎さん扱っていただいて本当にありがとうございました、えー、またですね今後も旭川の件ですね、えー、共に追求して いけたらと思っております。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあね。